皆さんこんにちは。 C&C カレーショップで5品目のゴロゴロ温野菜カレーをいただいております。今早速1品目目のブロッコリーをいただいております。ブロッコリー以外にはナス、カリフラワー、ジャガイモ、人参の5品目となっております。ただここには一つ、落とし穴がありまして、私は人参が食べられないため5品目のうちの1品目を失っている形になっております。人参には手を出せないということで、私にとっては4品目のゴロゴロ温野菜カレーということになります。なので、トッピングでらっきょうを頼んでおりました。これで厳密には6品目ですが、私にとっては5品目ということになります。さらにコロッケもトッピングしておりますので、正式には7品目ですが、私にとっては6品目ということになっております。人参が食べられないということで、ややこしい話になってしまいました。申し訳ございません。まとめますと、私にとって現在、ちょっと人参を避けます。私にとって6品目カレーをいただいています。そしてあることに気づいたのですが、以前ココイチに行くと煮からを頼んでしまうが、煮からはちょっと辛すぎて、2個目の人参を避けさせていただきました。1からにすればよかったと毎回反省するという動画をアップしておりますが、その時も白いシャツを着ておりました。そして今日 C&C カレーショップに来ている私はまた白いシャツを着ております。果たしてこれはただの偶然なのでしょうか。カレーを食べたいと思う朝は白いシャツを手に取ってしまうのか、白いシャツを着るとカレーを食べたいという気持ちになってしまうのか、卵が先か鶏が先か、そういえば卵をトッピングすればよかったと今後悔しております。そうすると、最終的には7品目のカレーということになったかと思います。というわけで、チャンネル登録といいねよろしくお願いいたします。